どうも、たくのいばたけおです。今日もよろしくお願いします。今日は久しぶりにですかね、アジアを飲む、タイです。まあ、どうしても僕の好みでタイが多くなっておりがちですが、ウイスキーはですね、こちら、タイのブレンド285という、なんか謎のウイスキーですね。まあ、後でお話します。で、今日はね、その前に、久しぶりにこれ飲みます。シンハービール、はい、ビアシンですね。これはですね、やっぱりタイにいた頃はタイ料理に一番合うビールといえばやっぱりシンハーじゃないかというところもあって、結構よく飲んでましたね。僕はこのシンハービールと、あとあのチャンビールっていう、あのチャンっていうのがゾウさんのことなんですけど、ゾウのマークのビール、これを、この2つをよくアジアでは飲んでましたけど、今日はそのシンハービールをグラスもね、事前にしっかり冷やしておりますので、シンハービールをまず一杯いただいてから、そしてタイの謎ウイスキーに行きたいと思います。シンハービールは 5% ですね、アルコールは。はい、エネルギー 100ml あたり 38kcal はいはいはい、まあまあ普通ですね、ビールとしては。で、これはしっかりとした、もうまがいものじゃないです。本当にあの麦芽とホップだけで作られた本格ビールですので、ラガービールですね、エールではないです。はい、まずは今日はこちらをいただきます。あー、うまい。僕は IPA が好きなんですけど、インディアンペールエール、まあそこまでの苦味はもちろんないんですけど、ちょうどね、この程よい苦味走った感じと、なんかあのアジアっぽいんですよ、味が少しね。僕は日本のではラガービール、あのキリンとかが好きなんですけどね、キリンよりは若干ライトな感じがするかな。でもあの苦味はこっちの方があるような感じで、タイ料理には抜群に合うんですよね。あとあの、まあ、ベトナムのビール飲んだ時も言ったような気がしますけど、あのビーチとかで、暑い熱帯の、ね、日差しを受けながらキンキンに冷えてるこれをやるというのは、で結構ですね、タイでは冷えてないこともあるんで氷を入れて飲むこともありました。これはね、あの僕がいた頃、まあ今はもうないかもしれないですけど、僕タイにいたのは2000年前後なんですね。1997年からかな、2001年まで。はい、で台湾はその前、90年代半ばにいたんですけど、ともにまだあのビールが冷えてないことがありました。結構氷入れて飲んだりもしてましたね。まあそれより以前はビールの思い出というと、アジアでは学生時代にあの、中国本土の方ですね、にあの短期留学とかで行ったんですけど、その時にあの中国各地をぐるっと回ってきて、田舎に行くとですね、ビールが桶に入ってて冷えてないんですよ、もちろん。ひしゃくですくってついてくれるんですよ。もう炭酸も何もあったもんじゃないですもん。ビールとも言えない。で、氷もないっていうか、あの頃あそこで中国本土で生氷飲むのはちょっと危なかったですからね。もうなんかもう何飲んでんだか分かんないビールがありましたね。すごかった思い出があります。いやー、新話だ。美味しい。あの僕はこれはあのウイスキーを、楽天で買うときに同じ店でビール売ってるところ結構あるんで、そこで買ったりしますんで、まあリンクは貼っておきます。皆さんもあの興味あれば、他のね、世界のいろんなビールもありますんで、1本単位で買えるお店を
なるべく載せておきます。はい、では今日のウイスキーです。こちらタイのブレンド285。こちらはですね、僕はさっきビールでよく飲んでたって言ったゾウさんビール、チャンビール、あそこの工場が作ったみたいですね。タイで多分ね、初のモルトとグレーンをちゃんと使用して、スコッチの製法で作ったという触れ込みなんですけど、2006年から発売されています。そういう触れ込みなんですけど、なぜかラム酒をブレンドしました。わけわかんないですよね。なんでそこまでしてウイスキーをスコッチの製法でモルトとグレーンのみで作った後にラム酒入れるかなっていう感じなんですけど、まあその辺がまだまだタイだなという、まあちょっとお笑いですね。アルコール分35度、700ミリ。アマゾンで2000円で買えます。他の楽天とかはアマゾンよりも高いです。アマゾンの方が送料も、無料なんで、あんまり売ってないってことですね。だから、まあ僕はタイ好きなんでちょっと1本買ってみたんですけどね。はい、では早速、もう減ってるのが分かる通りもう飲んでます。何度かまずはストレートです。35度なんですけど、若干アルコール感があります。そしてスコッチの製法で作ったといっても、どんな樽かというのはここにオークダルとは書いてあるんで、まあちゃんとオークの樽なんでしょうけど、まあ多分バゴンダルなんですかね。35度ですけど、多分原酒が若いんだと思います。アルコール感が、若干何かも感じられます。はい、いただきます。味わいも若干アルコールのピリピリ感が来るのが、残念なんですけど、ストレートでも飲めるんですよ、意外と。これが多分ね、モルトグレーンだけだと味が整えられなかったんでしょうね。ラム酒を入れて甘くしてます。その甘みでストレートでも意外と美味しく飲めます。だからスコッチの定義から言うと、厳密に言うとこれはウイスキーじゃないんですけど、でもまあウイスキー風飲料として意外とね、僕も最初びっくりしたんですけど飲めるんですよ。でまあ一応ね、加水もしてみます。はい、35度で香りがさらに甘い感じが増しましたね。やっぱり蜂蜜とか砂糖みたいな甘さですね。フルーティーな感じは全くないです。味わいももうどっちかといえばラム酒に近いような甘さ、黒糖とかそっちの甘さが先に立って、あんまりね、だから麦芽感とかモルト感もそこまで感じられるものではないんですけど、甘口なんで、アルコール分も低いんでストレートでも飲めます。はい、美味しい美味しくないで言うと、若干美味しいかなぐらいな感じです。6分いきます。はい、僕さっき若干美味しいかなって言いましたけど、ウイスキーという分類で考えるとちょっともうまがいものなんで、そういう意味ではないですね。だからまあ、まだまだタイとかではウイスキーはまだまだ今からなんだなというのを
示す一本かなという気がしますね。なんかなんでラムを入れちゃったかな。まあまあなんで入れなかったというと、多分さっきのストレートにヒントがあるんでしょうけどね。多分モルトグレーンだけでは味が整えきれなかったんでしょうね。あと熟成がもうそんなね、お金回さないといけないから早く商品化したかったんでしょう。多分3年も熟成してないんじゃないですかね。情報がないんで分かりません。でもそこをやっぱり飲ませるために甘くしたブレンド285の意味が調べても全く分かんなかったです。285何なんでしょうね。はい、いただきます。うん、まったりとしてます。うん、ああそうなんだ、やっぱり純粋なウイスキーじゃないから苦味が全然出ないですね。それロックにしても冷えてもビターさが出ない。やっぱりかなりあれですかね、ラム酒に引っ張られてるんですかね。より冷えてくると微妙にビターさはありますけど、でもやっぱり美味しくビターにはなってはこない感じですね。まあこれもね、本来もっと安いんでしょうけど、日本で買うとやっぱなかなか売ってないんで2000円するんで、安ウイスキーランキングにはちょっと入れられないんですけど、2000円、まあまあまあ評価一応します。最後ハイボールまで飲んでね、はい、甘いっす、はい、ではハイボールします。はい、ではハイボールもきちんと作りますね。まあなんかね、アジアではやっぱり、まあ、日本はねもうズバ抜けてウイスキーの先進国と言ってもいいんでしょうけど、アジアではやっぱ台湾がね、ウイスキーはすごく出てきましたよね。ただ他の国はまだなかなか、まあ、インドですか、台湾とインド、がやっぱりウイスキー、世界五大ウイスキーの次に来る潮流の中に一つ入ってますよね。でそこにね、僕はやっぱり味が好きなんで、ぜひね他の国もね作ってもらいたいんですよね。なんか中国とかできそうな気がするんですけどね、どっかでいいものが、人材は多分揃ってると思うんで。ではタイのブレンド285ハイボールです。すっきりしてるんですけど甘いです。甘口です。そうですね、甘みがねやっぱりラム系の甘みに傾いてるんですよね。ちょっと黒糖とか砂糖とか、そっちの方のフルーティーな感じがほぼない、まあウイスキーと言っときますけど、そしてハイボールになると、まあこれはこれで、僕タイカレーも好きで、グリーンカレーをレトルトでタイのね結構本格レトルトのやつを結構買うんですけど、グリーンカレー、イエローカレー、レッドカレーで、それを食べるときに一回ハイボールで飲んだんですけど、そういうのには合うんですよ。やっぱりなんていうんですかね、やっぱこうタイ料理にこういう甘口で、甘口だけどこうしつこくない、しつこくないんですよね、そういうハイボールなんで、意外とそういう料理を選択すれば結構飲めるハイボールだなというのは感じてます。ただぶっちゃけアジアン料理専門ですね。中華料理とかも合うかな、ブラックオイヤスとか、
そういったものには合いそうなハイボールです。もし安ウイスキーランキングに入るとしたら、まあでもね、2000円でしょ。ランクは厳密にはつけませんけど、まあよくて C、まあウイスキーじゃないっていうことを考えると D かなっていう感じですけど、まあまあでもね、まあ C でいいんじゃないでしょうか、値段なり。はい、そういう今日はアジアを飲むタイのブレンド285、このウイスキーで飲みます、ウイスキーを飲んでいました。その前にね、シンハービールも飲みました。やっぱりシンハー美味しいです。まあ皆さんもぜひ、タイ料理はね、僕大好きなんですけどね、まあ日本各地にタイ料理店あると思うんで、ぜひタイ料理を食べる際にはビールはシンハーか、ビアチャーンっていうのがあるんで、ゾウのマークのビール、これが僕おすすめです。はい、そしてウイスキーも意外とこういうのが大量にあったりします、ハイボールでは。はい、ということで、今日はアジアを飲むでした。宅飲みバーだけは毎日こんな感じでいろんなウイスキーをお酒で遊んでます。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅飲みバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。